さあマッチングしていきます。今回もねこれフォールガイズで遊んでいこうかなと思ってるんですけども、今回の目標まずはヘキサゴンで優勝、そして他のなんか決勝戦まで行って、なんか他のステージのそこで完膚なきなる、完膚なきまでならもうドンカツする、もうそれ以外ない。しかもなんか最近さ、このゲームちょっとチーターとかがなんか若干落ち着いてきた感じない？なんかさ、終盤までなんか潜伏してるやつももちろんいるんだろうけど、明らかにやっぱチーターみたいなの減ってるし、なんかやっぱチーム戦とかでみんな協力してたら、なんかもう自分がチーター仲間になったらもう全員でもなんか一気になんかもうチーター潰そうみたいな、そういう流れな、風潮がなんかできつつあるからね。そういう意味ではかなりね、統治されてきてる、このゲームは。そう、フォールガイズはね、もう俺が粛清するまでもなく、もう統治されてきてんだよ。ね、この、なんていうのかな。もう、この、みんなの、ユーザーのこの民度で、どんどん統治されてって、チーターが、片身狭い思いしてってるから、だから毎試合毎試合、だからある意味ガチ試合なんだよね。だからそういう意味ではもうチーターを理由に言い訳に、もうなんか俺どうせ勝てないからチーターのせいで負けたみたいなのも使えなくなってる、そういう言い訳が。そう。完全な実力に生かした。だから俺はこのステージでしっかりと立ち回っていって、こことかもう絶対俺ミスんないから、このね、返しのハンマーだけ一応食らう可能性があるんで、あれだけ気をつけとけばこのステージは大丈夫、あとは。はい。で、こうやってあとはもうこうやってうねりながら、ね、うね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 しながらこうやって走っていけば、しっかり2ラウンド目も勝利していく。さあ、3試合目がブロックパーティーですね。もうこのブロックパーティー、本当にこの終盤のその15秒のパターンが多分2、3パターンあるんだよね。その中で一番嫌なのが縄跳びパターン。もうあれだけはマジ食らったらどうしようもないから、もうそこ全力でちょっと阻止しに行こう。もうそれしかない。もう序盤はね、もう本当にもう、フィーリングでしっかりかわしていけるんで、あとね、これ、なんか残り28人、さ、30人 ?3、40人いるっしょ、このステージ。30人ぐらいか、30人前後いると思うんだけど、この状態でのブロックパーティーってマジ事故るから、できれば入れたら、ほら、こことかもすでに危ない。今ちょっと、あのアヒルは怪しくなかったか、動きが。いや、そういう疑心暗鬼になってはいけない。チーターなんてものはもう存在しないと。絶滅したと俺は思ってやってるから。人を疑う前にまず自分の実力を磨く。もうそれがこのゲームね。確かに真ん中クリアしていく。あんまり前編出すぎると、後ろ叩き落とされるから。ここだけ注意だぞ、さあ。これも斜めから行こう、うん。斜めからスライドする感じでいい。で、これも早めに、なんか若干ちょっとラグ、うわ、これ、こういうのむずいんだけど、ちゃんとこう。ね。わかった、今の。はい、これもジャンプ。これ来るよ。いやー、ちょっともうすでに6人押してんだよな。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ジャンプな。まずい、これまずいよ。はい、まずい、オッケー。そうね、そうそうそう。そう。そうこれ、もうジャンピング使っていい、ここは。来た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 。壁だよし壁壁壁壁あ、オッケーオッケー、こっち回ったんだ。これなら、何度か、この前の方でかわしておけば、一回こけたらアウトだからね。前の方しっかりかわす。もうみんな押し合いやめよう、ほんとに。押し合いくやめよう。オッケー、クリアしたー。なんか意外と危なげなかったな。オッケー。で、大体残り12人になったら、4回戦でサッカーか、ティップトイだっけ、なんか地面をなんか当てていくやつ。どっちかしかない。ほら出た、フォールボール。なんか前回このフォールボールってクソみたいなことされたんだよな。金の卵出てそれ決められたら5点あるなんてさ、初見の人わかんないからやめてほしいわ。ちょ、今回ガチでいくわ。うん。多分俺青チームだよね。オッケー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 。うわ、この猿がちょっとパッと見、なんかわかりにくいな。パッと見わかりにくいのが2人いる。黄色チームにも。こっちとも俺もセンターフォワード行くわ。うん。いけ！入れ！なーしたっけ？ドライブシュートだ！これが俺の！え！オッケー、まず入った！いけ！頼むぞ。いけ、まずい。じゃ、これ、この試合勝てる。あ、ごめん、なんか変なこと言っちゃった。ごめんなさい。ちょっと、球なんとか、あれ、打ち上げて。頼むわ。これ狙い、ボール。よし、オッケー、いけいけいけ！よし、無人のゴールに！入っちゃってる、一発。一発入っちゃった？まずいぞ。同点？あー、攻められてる。もう、勝ちたいのにこれ。頼むって。もうだから、あれ、狙いを、こう、なんか、2と大物1と得ずだから、このゲームは。いけいけいけ。いけ！くっす。完全振り。うらこれも決めるのが、俺だ！よーし、オッケー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 ！いやー、ただ同時ゴール！
2個降ってくるってことか、これ。いや、ごめん、それ俺気づけたら、もっといいシュートが決めたのに。お前あれやばいって。あと1分あるから、大丈夫。絶対決まるから、俺たちだったら。もうなんか、そう！なんか若干殴った。よし、決まった。よしよしよし、ドーベン。面白いんだよな、こういう展開が一番。ナイス！ちょっとね、これ後ろにもうボール。これ俺が行くわ！まずい、抜かれる、ゴールキーパーだ、頼むぞ。あいつなんかキーパーっぽい、僕っていいわ。あの白いやつ。行け！行け行け行け！うわぁ、打ち上げられた。くっそ、ごめん。入っちゃうこれ。やばいやばい。2個入っちゃう。しかも最悪。ナイス。よーしよーし、これ俺が行くわ。くっそ。いや、まずいぞ。まずい。これだけはちょっと阻止しないと。行け！よーし、よし、オッケーオッケーオッケー。いや、もうこれ決めに行こう。決めに、これが、キャー、黄色入っちゃった。またサッカーで負けた。くっそ。いや、俺今日という今日はね、本当にね、勝つからね、見とけお前ら。うわ、ダメだ。ちょっと待ってくれ。少人数、これだから2回戦とかで来るこのステージって意外とね、あっさり行かれる可能性あるからね、気をつけていこう。あと中盤の紫の板のところでかなり立ち回り変えないときつい。オッケーオッケー。これいけ、これはいける、これはいける。ゆっくりいけ。あの水平に移動しろ。斜め移動したら終わるから、これ。常にこのまっすぐ水平に移動しとけば絶対落ちない。よし、オッケー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 。もう決めよう、そろそろ。俺は人生を変える。俺フォールガイズで人生決める。人生変える。いくよ、これで。待って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 、なんで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 。はい、オッケー。はい、ここジャンプで、ここくぐる。次ね、次こっち、こっちがいいと思います。これは多分左の手が乗っけて、こうやってうまいことバランス取れるようになるんで、これね、今のタイムで俺はいけたはずなんだけど、一発遅れたけど大丈夫、間に合ってる。ちょっとこれは危ない。いや、ここ真ん中の青から行こうか。こう、よし、オッケー。この起点の利かし方マジプロでしょ俺。で、これこっちね。はい、よーし。ある程度このし、その偏りをよす。お前さあ、もういいや、お前、お前落ちろ。てか、お前落ちる。一回一回落ちるか、お前。一遍死んでみる。こいつ、この野郎やばい。こんなしょうもないことに付き合ってたらいつの間にか抜かれてるからな、これ。もういいわ、もう、もういい、もう。さあ、一番燃える展開来たわ。3戦目スライムクラブ。しかもこれ本当に落ちる人数によってはもう次いきなり決勝戦あるからね。なんかさ、もう最近このステージやり込みすぎて、もう俺多分目つむっててもいけるかもしんないわ。序盤ちょっと目つむりながらやっていい俺。うん。うん。あげるわちょっと。これね、ただ、俺最短ルートをもう完全に改築してるから、ここ行って、はい、ここは乗りる。で、ここは隙間。来た。はい、来ました。これもう一番目にクリアします。もう一番最初にクリアするわ。一番最初にクリアするのがこのステージ一番、あれ。楽だから、うん、邪魔されずにね。変な門番とかにも食われないから。もうふざけんなマジで、ゴミどもが。いや、マジでこのゲームやったやつゴミしかいねえぞ。おい、いや、って冷静に行こう。冷静さを変えたら終わる。冷静にね。そう、これでこういう、こういう立ち回りでいいんだよマジで。全部ジャンピングアタック使っていくからね、非効率と言われようが。で、ここに当たって下に落ちるのだけはほんと勘弁な。ここだけ何度かみんなすれば。で、ここの隙間、みんな意外と最近みんな覚えてきて、みんな使うようになって、なんかバグった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 。もうふざけんなよマジで、あのクソ門番野郎。なんとか回復打ってやっからな俺。あ、いけるじゃん。もうガバガバやんけお前、立っとるだけやん結局。しょうもないの。はい、これ乗ります。乗って、で、ここはい、ここ、オッケー。まだ0人か。え、しかもなんなら2人目じゃね。いや、もうなんなら、もう1番目に行こう。1番なる、1番なる、俺が。1番なる。来た、初めてじゃない、スライムクラブ1。はい、高みの剣舞させてもらおうか。お前ら、もうなんかもう一気に残り5人とかなって、俺に新ステージやらせろ。うん。
争え、もっと醜く争え、お前ら。視点変えてみようか、いろいろ。うん。俺もう来てんぞ、お前そこまで。おら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 。あ、いけいけ、当たり、ハンマーくれ、くれ。意外とね、ここまで来るともう落ちないよね。大体、ここまで来る人は。この辺とかで意外とつまずくやつは多い。そう、こっちに落とさ、あー、こいつちょっと頑張ってんだ。あ。あー、いいね、冷静だね。こいつが最後かな。ってことは10人か。もうワンクッションあるかもしんない。サッカーとか。もう10人でトップティップトイとかさ、ただの運ゲーなんだからやめてほしいわ。やめるべきじゃない。な、俺未だに分かってないことあるんだけど、なんかたまにさ、床がぐらぐら揺れるんだけど、床が揺れたらそこはもう外れっていうことでいいのかな。ちょっとね、10人数少ないんで、これもう序盤からこうやって潰していきます、みんなで。序盤はね、もう協力して潰していこう。すごいすごい。お、なんか、いきなりか道嫌い、切り開いてるな。マジこれね、このまま終わるぞ、下手したら。終わんないか、右だな。ジャンプ。ちょっとマジでやめてや。やめてや。やめてや、ほんとに。もう。そこ開いてんの？どういうことこれ。もうちょっと、このまま行きたくね？この辺からもう落ちたら、危うくなってくるからさ。お前、行け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 。まっすぐ。もうこれ、もう直線で行けんじゃないの？行けるよ。今行けば行けるってお前ら。そう。かっぱ。まっすぐ。そっちそっち。今行け、お前。行っちゃ行っちゃ行っちゃ。いや、ちょっと。マジか、てめえら。何このおしくらまんじゅう見苦しい。うわ、最後の。さあ来ました6人サッカー。さっきね6人サッカーでまた負けちゃってっからな。ちょっともう目標はハットトリック。ハットトリックって意味みんなわかる？一人で1試合3ゴール、それを決めます。さあ、おい、いきなりから決まっちゃったの最悪だこれ。いいや、もう待って、ここに来るやつを待つ。何、うわ、くす、やべ、もう終わったなこれ。やべえわ、誰かキーパーやってくんね。俺キーパーやったくなんだよ。中盤のこのミッドフィルダーをさ、いやーごめんな。ナイス、オッケー、今の俺が1点防いだ。さあその分みんな、うわ、いけいけ、決まれ、いや、あれも決まる、決まる、決まる、あれは決まった、いけ、あれも流れ球でいけ、いけいけいけ、よし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 、逆転した、逆転した、オッケー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 、よし来い、いけ、あーたくそ、やばい、後ろに誰もいねえぞ。キーパーいるわ。あれも決まれ、よし、いけ、決まれ。で、これ俺が前に出して、出す。キーパー頼む。なんか、一時視点変えちゃうんだよな、怖くて。味方を信じきれてない証拠だ、俺が。これ、止めて、はぁ、勢い止めといたから、ちょっと、あとは頼むわ。後ろのやつを、ちょ、味方を信じたプレイでやってみるか、今回は。何今の、なんかボールの強度が。これは俺のチャンスボール、いけ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 、うわ、大空翼のドラブショットじゃん。よーし、オッケーオッケーオッケー。いや、さすがにこれは決まった。って、ここでクソな展開が、いや、びっくりした。なんか今、ボールが楕円形だったから卵かと思ったけど、これね、そのラグビーボールで、バウンドがおかしいってだけで、別に、コートではないからね。なんならこれもシュートしまう、しまう。いけるいけるいける、しもうゴール決まるって確定したやつはもう俺追わないから。それは、いやもうこういうのね、しっかりと。いやー、やっと勝てるぞ。して、これもロングシュート。うらいけー、ドライブシュートだ。やばい。今ね、影、ボールの影がちっちゃいとちょっとヒヤッとするんだよね。もう金の球を見ちゃったから、もうあれがトラウマで、5点差とかじゃ、そのセーフティリードって思えなくなっちゃってさ。あ、オッケー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 。ただ、あれね、やっぱめったに来ないわ。よし、いけ、よしよし、うまい。今の、さばき方うまくない？で、これ、俺が、こんな感じでシュート。なるほど。しっかり頭抜かれていくか？頼むぜ。一応、最悪金の玉食らっても大丈夫なぐらいのリードが欲しい。うわぁ。やべ、金の玉逆転だ、これ。いや、ちょ、ごめん、ごめん、ごめん、下手くそ。金の玉来ないで。お願いだから。大丈夫でしょ？さすがに、さすがに4点置いてない。大丈夫、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 ハイフォールマウンテンと。いや、もうこのステージね、ぶっちゃけね、
もう俺、もう見切ってるんで、あとはチーターがいねえの祈るだけだ、ここで。あいつが取っていくわ。落ちた、落ちなかったあいつ。結局チートやったん、あいつ。よし、オッケー、はーい。これは、じゃあ、もらいましょう。なんかもう今みたいなフェイントでいい。もうなんかフラフラっつったって、何してんだろう、こいつ活字聞けないのかなと思わせてからの、急に、スイッチ入れて、シャクって取っていく。もうそれが一番ね、効果的、このステージは。あと、ぶっちゃけたね、スプラトゥーンのさ、ガチマッチと同じで、ガチマッチかぞ。なんて言うんだっけ、あれ。あれ、スプラトゥーンにあるじゃん、縄張りマッチだ。縄張りバトルと一緒で、結局これ最後のね、10秒間とかで決まっちゃうから、あんまり序盤気合い入れすぎても、最後の5秒とかでね、取られた時のダメージが結構でかいんで、それが耐えれない人は、最初は頑張んない方がいい。そう、残り30秒。ここ、もうしっかり逃げ切っていく。なるべくね、あ、もうこいつから取れないな。あ、こいつちょっとやばそう。あいつやべえな。なんか準備してるね。なんか、準備としてる。もしかして俺が狙われたらやばいかもしれない。チーターかもしれないやつ。あんななんかもう、あ、こいつやばい。ちょっとでもすれ違うと、多分ラグとかあると、サクッと取られちゃうんで、危ないっす。これも危ない。この内側を。取れた。危ねえ、今の。もう、このゲーム、心臓に悪いわ。4回戦のこのステージ、ほんまにただの運やもん。え、なんか変なチーターおらん、あれ。あいつチーターではないか。うまいこと渡っていったのか。あ、あそこゴールっぽい。いや、チーターや、チーターや、チーターや。うん、もうチーター、チーター、チーター。はい、一人チーター確定。一人チーター枠で一人確定しました。はい。しょうもないよ。まあ、ぶっちゃけね、最後のステージ自体では、全然チーターにも勝てるから、粘れ。この辺ってた、もうここってまっすぐ。よく見ろよ、ちゃんと。ちゃんと見てたから、俺は。前に出て。よし、力でもぎ取った。待ってろ、チーター野郎。あ、来た、やっと、あ、初めて来た、やった、この何、ジャンプショーダウン。ここやりたかったんよ、俺。いや、初めて弾けた、やっとやわ。もうだってここ出て、だってもう1ヶ月ぐらい経つやろ。初めてやんねんで、俺、ここ。なんかね、もうすでになんかね、ある程度ネタバレというかさ、どういうステージかっていうのは、知ってんねんけど、これね、なんか床がどんどん、こうやって落ちていくんですよ。あいつやばい。うん。やばいけどさ、もしかしたら何か起きて、何か奇跡を受けるかもしれんや。俺はだから耐え続けるよ。その奇跡を待って、耐え続ける。だからここみんなで共闘していこう。基本多分共闘試合とかに なると思うんですけど、このステージって。あいつをどうにかせないと俺ら結局鈍化それへんから、なんとかするぞ、これ。やべえ。普通に。おい !3 人も持ってかれたぞ!どうする？ちょっとこの2人で相談しよう。どうに外出を倒す手段。キューボ。どうするマジで。どうやら倒せるあいつ。なあ、あいつどうやって倒せんのマジで。なあ。やばい。ごめん。あとは頼んだ。ちょっとお前なんとか。ちょ、託すわ。どうなるこれ、この試合。これどうなんのこれ。ひたすらこれ粘るだけ。でもあとさ、崖が全部崩れ落ちるってことは多分ないよね。あー、あっけなく終わっちゃった。なあ、やばい人いる、ほら、やばいのいるって、ほら、こいつ。なんかスーパーサイヤ人みたいなやつが一人いた。これ。こいつ。こいつやべえよ、ほら。ちょっとやばい。もうこいつに夢中になってなんか、配色覚えらんない。え、ここバナナ？みかん、スイカ、バナナとかだったよね。ちょ、やばい。スイカ来て、スイカ。え、ブドウどこだっけ？ブドウどこだ？やべえ、わかんねえ。ブドウここ？ここ？ここ？ここ合ってる？合ってる？いや、もう完全に他人頼りになっちゃってる。
あー、くそ。バナナさくらんぼ、バサブ、バサブスサミ、バサブスサミ、バサブスサミ、こっからバサブスサミね。もう気が散るこいつ。このゲーム引退していい俺。もうバサブスサミ、バサ、ここもうちょっとここね、釣りに行くとか考えないでしょ。ここもう、なんで、でもこういうやつもね、多分どっかのチーム戦とかに紛れ込んだ時に味方があえて死んでくれると思うから、俺諦めちゃダメだと思うんだよね、やっぱり。よくね、いや、お前もう、チーターにね、プレステ4版やれよとか、いろいろ言われるけど、チーターがいたらもうリタイアしようとか言われるけど、違うの。このゲームは、チーターに勝つゲームなんですよ。そこをみんな吐き違えてるわ。だから俺は絶対こいつを撲滅していく。確実に負けるステージじゃん、これ。しかもさ、これ、仮にね、あのチーターとあの、仲間になった時に、俺わざと負けに行きたいんだけど、このゲームでわざと負けに行くの難しいじゃん。もう、先行入力。ごめん。まずは、あの変な高速移動野郎がどこにいるかだ。いや、青っぽいな。青っぽいぞ。制御できるか？制御できないんじゃないの、青。いや、待って、なに、すでに24点って何、なんか、おかしくない？すでに24点って、何が起きたらそんな特大な点数出んの？ 31 点。そうだろ、あのチーターさ、ちゃんとあれだわ、扱いこなしてるわ。もうだって桁が、いけ、今の俺でしょ。 OK、 10点。しかも俺が10点取った。いや、もうなんとかでも生き残るしかないでしょ。この辺なんか落ちてこないかな。意外と来ることあるんだよ。来た。しかもこれ特大点、あ、11点。おい、なんで誰も取れない。なんでその金誰も取らない。いや、もう青が全部取ってちゃってんのか。何これ、このゲーム何、マジで。あれ、取りに行きます。俺行きます。いや違う、青に取られちゃってる。取りに行こうとしたのが全部青に取られんのか。だからだ、やけになんか赤も黄色も、ほら、もう見えないもん、早すぎて。伝説のポケモン、うわ、ほら。初めて見たで俺、このコースで100点出すチーム。ほら、もう取りに行こうとしたの全部、これは取れる。よし、オッケー。いや、この多分1点がすごい貴重だと思うわ。やめて、これ。いや、その中でも俺結構頑張ってると思う。なにこれ、125点。マジで言ってんの？いや、やばいよ。何が面白いのこれ。あの人は、あのチートの人は、普段何を、生き金して生活してるのか気になる。プライベートをぜひ追ってみたいね、これ。うわ、なんかあんだけ来ないって言ってたさ、ステージ、新ステージ。奇跡起こすわ。ただちょっと今回17人もいるんでね。今日はこのジャンプクラブが選ばれやすい日なんだろうな。この高速移動チート野郎さ、なんかの間違いで落ちてくんねえかな。なんかの間違いで落ちてくれ、またあの、マジで。いや、これね、早めにもう、意外と下の線が遅いから、待ってると逆に上の線に圧迫されて終わるっていう。あ、やば。どっちが、こっちに残るわ。ちょっと面が少ないけどね、こっちね。一応実は、これ、ジャンプであっち移動できるよね、これ。うん。多分移動した方がいい。3面ある方がいいっしょ。いや、これ、早めの判断良かった、今の。うん。ほら、もうあいつらもう無理じゃん。見てなかった。もう気が散る。おーい。頼む、お前、なんかミスで死んでくれ。かぶねえ。耐えるぞ、俺は。せめて見せろ、最後のレース。どうなるか。おい、希望見せてくれ、俺たちに。希望見せてくれ、希望を。おい、マジで。うわ、黄色がいかれた。白、頼む。頑張って。いや、もう、全員でさ、アンインストールしない、このゲーム。もう、こんなんされたら、誰も勝てないでしょ。これ。どうにかしろよ、本当に。もう。頼む、耐えて。俺たちの星、一般ユーザーのチーターに見せつけるんだ、お前の底力を。頼む、粘れ粘れ
もしかしたらさ、5分経過とかで、ヘキサゴンと同じでね、なんか、ワンチャン、同率1位あるかもしれないよ、これ。頼む、粘ってくれ。粘ってくれ。え？うわ、あ、今多分一瞬、やったかと思ったんだろうね。それで、うわぁ、くそゲーだ、これ。